その時うまかったねえ、あんなボリュームあるの初めて聞いた聞いたじゃん、初めて食べた。トンテキ、いい店、寄れたね。ねえ、寄れましたね、で、今はね、石焼き塾。トンテキの味噌汁の中に油があるっていうねあんな俺初めてやったんですよね。俺も初めてだね。こだわった店ですよね、初めて、ね、なんか、ふと思ったとか言ってねえ、ふ、うん、かと思ったら、豚の油がね、味噌汁に入っててね、サブの肉に残したけど、くどすぎて、ね、食ってなかったのくどいでしょ、味噌汁の中に。まいっか、その話。俺食べちゃったじゃん。さっきから振ってんの。はい、今は。敵が、あ、もういいか、もういいか。いいよ、いいよ。で、今ね、石焼市。石焼市。来ましたね。うん。こっから早かったですね、さっきのとこからね。早かったね。ここはあの道が町とそれてるからさ、ね、うん、早い早い、山の中通ってるだけでもうすぐ滋賀県行っちゃうと思う。お、じゃあもう次も早いのかな、うん、もうじゃあ駆け足でね、ささっと行きましょうか、うん、じゃあ行こう。トラマツさん、どっか行っちゃった。トラマツくんはいないので一人で、いる、いない。トラマツくんいないので一人で放送したいと。いえ、いない、どこ行っちゃったんでしょうね。時間も押してるんで早速次の塾、何塾かな、亀山、向かいたいと思います。はっ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 は。あれ、またいねえよ、トラマツくん。トラマツくん、あ、ここは、亀山塾、小野塾の後、亀山塾に到着と、早速次行ってみようかと思います。トラマツくんはいないけど。合う、街並みに合ってる、合ってる。なんかちょっと怖いけどな。今見えてないけど、手肩に回されてる。カップルじゃねえか、カップルじゃ。傍から見たらえらいことよ、これ。何？ほら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 。現在、道の駅関宿。道の駅関宿でした。一言も喋らんといたのかなと思ったけど無理やった。めっちゃうまい。亀山茶トッポ。うん。坂下塾。ここ坂下塾のなんか万人公常夜灯。常夜灯ってやつ、うん。巨大だよな。でかい。めちゃくちゃでかいね。うん、何メートルだっけ？四五？なんでとにかく巨大巨大、うん、形がなんかちょっと遠くから見るとチンコみたいな形してる、ね、あのちょうど聞ける人がおって教えてくれたんですよね。そう、ね、あの土山のなんかあの観光協会の理事の、ね、そうそうそう人がね、うんうん、得意げに語ってくれたね、うん、ここの常夜灯、坂下の常夜灯はもう道がね、うん、分かんないよね、普通の人間には、ね、こっちかな、これんわ、そりゃこれん、そりゃこれん、うん、まあ、よかったと思います。で、暗くなる前に来れてよかったね。よかった。日が落ち始めとるで、うん、道路も細いしね、来るまでの脱輪しそうやもんね、そこ。あぶね、脱輪するぞ。よし、もう寒いし、そう、もうおしっこ漏れそうなのでさ、次目指そう、ね、じゃあ、行きましょう、はい。土山も通り過ぎて、どこ行くつもりだからな。申し訳ない、ほんとさ、もう我々には交代はないはずだけど、レイリー一生に一度の不覚だよ。急になんかさ気が気じゃない感じで、全然俺の話聞いてないと思ったら申し訳ない、ほんと申し訳ないっす。
いいやガソリンぐらいなくなっても呼んだらいいの呼んだらあそれだはい失礼しまーすレギュラー満タンで、はい、あもうほっと一息だよ俺は大事件大事件ですこれねこの坂下と飛ばして今なぜか土山にいるんですよね大事件だわなんか急に運転してたらなんか気が気じゃない感じ俺の話とかも聞いてなくてガソリンがみたいな感じで坂下と土山ぶっ飛ばして今ちょっと給油にね行ってきたんだねスタンドねスタンド近かったよ近かったさまだあったでしょ結局人メモリングあったそんな焦ることじゃないってさちょっとさっきね軽く揉めてね一瞬どうじゃあドレスだからさもうさグイグイ来るも人がさ弱るとさおじさんだからね年上の本当にやめてよそういうのはいや戻りたくないもんね我々に交代はないはずなのうん、うん、確かにそうもう今余裕があるからさ言えるけどさっきちょっとうんって言えんかったもんさっきガソリンのことしか入ってきてなかったもんなと思ってあの俺がシートベルトし忘れてピピってなったらピクってガソリン飲みでしょマジでしかもさハンディガン回してるのも俺気づかなかったんだよあれ本当マジですごいねやっぱ人間ちょっと焦るダメやねちょっと久々だけどそんなにテンパだよああ全然見えねえお分かりいただけただろうかていうかトラマツクの後ろに灯籠があるんだけど後ろに見えるのがね皆口塾の何だっためっちゃでっかい灯台なんかすごい濃い常夜灯の中でもでかいやつ東海道ナンバーワンみたいなでかいやつですけどね、うん、でかすぎて取れへんの常夜灯のくせに火が灯ってないっていう、うん、しかもライトアップする用意はしてあんのに、うん、してないんですよねなんかまだ時間そんな電気落ちる時間じゃないからね、うん、そうだね何も見えんのダメやねもう行こう、まあ、こんな過酷なことを課せられたってことですよねそうだよギャラは安いよちょっとね編集ワッシーさん、うん、あの賃金アップをね強く要求するね我々はお願いしますお願いしますよろしくお願いしますこれ見てねお願いしますじゃあもう次行こうかうんね次石部石部石部おあと3つぐらいでしょ、うん、今日中に草津に行けそうやね、うん、よし行きましょうトラマツが相変わらずパチンコ屋ないよパチンコ屋さっき一軒あったけどさアネックス、うん、あれ大砲グループなんかね大砲グループ、ちょっと漢字の大砲難しい大砲ちょっとスロット入れしたよね、うん、パチンコはどうでしたパチンコパチンコはねスロットに比べたら全然客が付き合い悪かった、ね、悪かったもっと飽きていいよもうでもそろそろね、夜飯かけて対決しないとそう、本当はさっきの店でやろうかなと思ったんですけどね、うん、ちょっとプロとしてのプライドが許さなかったですねそうな、でもあれ一応ね、パチンカの、まあ、プロを名乗るパチンカの見立てで20回絶対ないからな多分ね、16とかよ16だからただでさ、へそ開いててもさ、お清見の甘出てて見立てと違うことが多いじゃないそうそう政治だよねでもワープ抜けそうやったよねでもいやあれは回らんワープ抜けてもステージがどうかだもんあれは回らん、うん、ってことで次出てきたとこはじゃあ勝負の候補地ねね天出地の、早掛け勝負と別にマックスでもいいよ俺は何でも天出地にしてくださいわかりました謙虚ですねそうそこ無理しちゃおかしいもんねそうそうそうマックスで5ずつ行かれるとかさ下手したら閉店まで2人とも当たらないってまああるよあるね何しに来たか分からんもん何が映るのえあ、いいね、明るいじゃんあ、いった、つけたなさいね、毎回なんか同じ絵ばっかで地味にやられて、絵の中でやってちゃった絵の中で画面内でやってだってさ大丈夫ですかうん、いいよ、大丈夫優しいね、うん、カメラもあるって優しい今、ここあの、トラマツクの後ろにあるのが石部の常夜灯おー、苦労させやがって、ね、めっちゃくちゃ見つからんからね立派なのあるやんか、うん、ね日も暮れたしこれちょっと明るく見えるけど、こんなんじゃなかったですよね全然違う、全然違う真っ暗いみんなもね、うん、何も見えんし
そもそも東海道がないよね、もう。うん。街になっちゃった。ちょっと違ったね、ここは。民家ばっかりやったし。うん、今ここ現在のここも城跡って言ってるもんね。城跡。城のしの字もない。うん。形だけやね。形だけ。まあ。もう今日のこの塾巡りはもうやめましょうよ。そうやね。うん。あと残りが大津。草津大津。草津大津ゴールの三条大津でしょ。そうだからもう明日に回して。うん。行きます。明日朝一草津から、うん。草津からね。うん。行きますよ。じゃあちょこちょこっとパチンコ屋をもうリサーチしながら草津に向かうって感じ。そう。オッケー。夢勝負。夢勝負。夢勝負。いやもうお腹すいて疲れたし眠たいし、うん、もうそうしましょう。うん。行きましょう。お疲れさん。お疲れ様です。また。